まあ今年最初で60メートルという短い距離なんですけど、本当にスタートが大事になってくるところで、スタートが成功できて本当に良かったと思います。さあ、速報タイム7秒42、さらに大会記録を塗り替えた模様です。そこは目標にしてなかったので、とっても嬉しいです。びっくりです。体全身で走るってことを意識してますかね。少し太ももが太くなったとは言われて、まあ体力テストの握力も30から36になりました。課題は見てくださる方に、後半落ちるっていう、なんだろう、応援してくださる方が後半本当に心配されてて、そのみんな見てくださる方に安心感を届けられるような、なんだろう、後半の走りにしていきたいなと思います。まあ、原因はやっぱ、まあ、走り方が、なんだろう、体全体で走るような力強いフォームだと思うので、そこでちょっと体力を使いすぎちゃってるのかなと思います。練習で走る長さを少し長くしてみたらということで、まあ、60m の練習もそうですし、100m の練習も練習に少しずつ入れて出ます。まあ、まず11秒7台を出して日本選手権に出て、その後は全中で11秒6台が出たらいいなと思います。